皆様お疲れ様です。トミーです。今日ご紹介する飲食店のジャンルは居酒屋。仕事帰りによく立ち寄るお店をいくつか紹介させていただきます。1軒目にご紹介する居酒屋は駅から徒歩3分、創業昭和15年の老舗。1杯目は大瓶で、ビール大瓶649円、煮込み418円、レバ刺し495円。池袋でトップクラスのレバ刺し、個人的に南対33のレバ刺しが一番好き。白頭レバー角143円、全部塩で、もつ焼きもうまい。仕事終わりに南対3のカウンターで一杯、最高ですね。2軒目はこちら。2軒目のお店は公園から歩くこと30秒、清流さんといえばこのおすすめメニュー。1杯目は生ビールで、生ビール438円、お通し、カンパチ刺身748円。このカンパチ新鮮でぶりっぷりでした。ホッピー白440円、揚げ盛り2種418円、梅しそチーズから、ホッピーが合う味、酒も魚も進みます。このメンチは辛くてうまかったです。焼酎の中297円。そろそろ締めを頼もうかと。昔風ナポリタン528円、ケチャップ多めの味付け濃いめで超好きです。ホッピーで流し込みます。タバスコと粉チーズ入れていきます。これ絶対にうまいやつ。中を追加、3軒目は1月にオープンしたこちら、清流さんから歩くこと3分ぐらい。2024年1月にオープンした焼き豚のお店を紹介しますね。中生560円、キンキンに冷えています。焼き豚1本120円安いですね。この串盛り6本にパリパリピーマンをお願いしました。焼き豚串盛り6本700円、鉄砲に白など、この盛り合わせ700円は安い。白ホッピー450円。焼き豚うまい、焼き加減抜群ですね。レバー刺し480円、ごま油に塩ニンニクでいただきます。ホッピー進みますね。このこだわり串から
自家製つくねとカマンベールチーズ。カマンベールチーズを焼くって。まずは自家製つくねからいただきますね。重っ。しそが入っていてすごく美味しいです。次はカマンベール。とろける食感がたまりません。4軒目は昨年の12月にオープンしたこちら。メトロポリタンから歩くこと3分ぐらい、磯丸水産さんがあった場所にオープン。大瓶693円。豚足が名物とのことで、とろ豚酢味噌429円。プルンプルンでうまい。さあいろいろ頼んでいきましょう。ごまポンネギレバ385円。豚刺し盛り合わせ495円。やっぱりレバ刺しは、まあ油にニンニク。ポッピー白セット495円。懐かしいコロッケ132円。味噌もつ煮495円。味噌が良いですよね。酒が進む味です。コロッケはソースたっぷりめで。つくねピー1本242円。焼き豚盛り合わせ5本858円。全体的に安くて良い感じ。近いうちにまた来ます。5軒目はこちら。福助さんから歩くこと1分。以前の動画でコメントをいただきまして、今宵は煮込みをチューハイで流し込みたいと思います。チューハイ418円。炭酸が強い、良い感じです。もつ煮418円。至福チューハイにもつ煮最高です。紹介いただきありがとうございます。その他にいただいたおつまみを一気に紹介しますね。肉味噌ピーマン、パリパリキャベツ、レバーの唐揚げ、赤ウインナーフライ、肉屋のコロッケと塩から揚げ、揚げたてでジューシー、唐揚げもチューハイで流し込みます。6軒目はこちら。かぶら屋さんから立教大学方面へ歩くこと3分。生ビール550円。グリーンサラダ780円。自家製ドレッシングに静岡県の野菜抜群に美味しい柿酢680円。ホッピーシラ550円。焼き鳥おまかせ1000円。塩とタレ焼き鳥ガチでうまかったです。ガツンとニンニクフレンチフライ650円。ニンニクの香りたまりません。
若鶏の唐揚げ660円、絶対的定番バードナインさんの唐揚げ、来たら絶対に頼みます。最後にご紹介する店はこちら、ビールをすでにいただいています。三種盛り合わせ1099円、炭刺し刺し、うまい。焼き豚6本盛り1319円、重量感がすごい、一本一本がでかいです。レバーうまい、豚バラにはこの味噌をつけて、もつ煮込み528円、林屋さんのもつトロットロ、お酒が進みます。